高島神崎遺跡は日本の長崎県松浦市高島東岸沖にある水中遺跡。2012年3月27日に水中遺跡として初めて国の史跡に指定された。広さは38万4千平方メートル。高島神崎遺跡の国史跡指定会期空中写真。1977年撮影の3枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。高島は九州北西部の伊万里湾港にある島で、島及びその周辺部は現行の古戦場として知られる。1274年の文英の役において主戦場となり、1281年の公安の役では沖合に展開していたモンゴル帝国。 高来連合軍の艦隊が暴風雨により甚大な被害を被ったことで知られる。この海域では、漁師が壺、刀剣、怒り石などを引き上げることが多く、1980年以降、考古学的調査が行われるようになった。調査の主体は、文部省や文化庁、高島町教育委員会で、目的は水中考古学における調査法の研究開発や、 公安改修事業のための緊急調査などである。また、1981年7月には遺跡発見届が提出され、周辺海域が埋蔵文化財放送地として周知された。遺跡からは、武具や陶磁器のほか長さおよそ12メートルの流骨など、感染の部材も見つかっており、2011年10月24日、琉球大学教授、池田久志氏の研究チームが、 イマリ湾の高島沖海底に沈んでいる沈没船を現行時の元軍船と判定したと発表した。2011年11月16日に参議院に提出された長崎県松浦市高島沖で発見された現行船の文化財指定及び保存のあり方に関する質問主意書に対して政府は同11月25日の答弁書において文化庁において 文化財指定に向けた準備を進める見解を示し、文化審議会が現行当時の軍事、外交などを理解する上で極めて重要な遺跡と評価し、2012年3月27日に水中遺跡として初めて国の史跡に指定された。ありがとうございます。